こんにちは、ウェルネスキッチンの関口彩子です。今回はこちら、秋を代表する果物、柿です。実は柿はですね、私ね、数年前に国立科学博物館で促進物のミイラを見たんですよ。死の直前に柿の種を大量に取ったというお話があって、それによって保存状態が非常に良くなったっていうお話でね、柿の種に含まれるポリフェノールが非常に有効だったっていうことなんですね。まあ、そこからいろいろ柿のことを探っていくうちに、柿自体が素晴らしい栄養素を含んでいるっていうことと、加熱をすることで飛躍的に柿の栄養が高まるということなんですね。そこで今回は加熱をした柿の驚くべき効果効能3つシェアしたいと思います。ぜひ最後までご覧になってください。ウェルネスキッチンでは、食から始めるアンチエイジングをテーマに、心も体も元気になる情報を続々と配信していきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。まず柿の栄養についてお話をします。柿の特徴的な色であるこのオレンジ色、こちらはベータカロテンやベータクリプトキサンチンというカロテノイドという物質なんですね。そしてビタミン B 群やビタミン C を含みます。このビタミン C は果物の中でもダントツの含有量で、柿とビタミン C のイメージあまりないと思いますけれども、なんとみかんの2倍も含まれているんですね。そして独特のえぐみであるタンニン、これは柿のポリフェノールなんですけれども、ワインの20倍も含まれています。食物繊維やギャバ、シトルリンなどを含んでいるんですね。先ほど促進物のお話をしましたが、柿には非常に多くのポリフェノールが含まれています。この柿ポリフェノールと総称しますが、こちらはブドウやカカオ、リンゴなどにも含まれるタンニンが多く含まれているんですね。この柿のポリフェノールは柿の種を守るために含まれている成分ということなので、やっぱり種にはダントツ多く含まれているわけですよ。抗酸化や血圧低下、血糖値の上昇を抑制したり、発がん抑制、心疾患の予防など生理活性物質として非常に有効です。これだけでも柿ってすごいなと思われたと思うんですけれども、なんとですね、柿を加熱すると柿に含まれるギャバやシトルリンが3倍から5倍も増えるそうなんです。このギャバというのは神経の興奮を抑制する働きがあって、リラクゼーション効果があるんですね。なのでストレスケアに役立ちます。その他、血圧を下げることでも知られている成分なんですね。そしてシトルリンはスーパーアミノ酸と言われていて、血管を拡張する効果があります。血流を改善して冷えを予防したり、疲労回復にも役立つんですね。ぜひね、シトルリンに関してはこちらの動画の方でも詳しく解説していますので、ぜひご覧になってください。柿自体もすごい栄養がたっぷり含まれていますが、柿を焼くことでさらに栄養アップということで、焼いた柿で3つの効果が期待できます。1つ目、がん予防です。オレンジ色の成分であるカロテノイド、そしてビタミン C、さらに柿ポリフェノールがたっぷり含まれていますよね。これらが免疫力を高めて、がん予防にも役立ちます。風邪予防やコロナの予防にも役立つということですよね。そして2つ目はギャバが増えることでリラクゼーション効果、ストレスケアに役立ちます。そして3つ目、シトルリンが増えることで血流を改善して冷え予防や疲労回復に役立ちます。ぜひ加熱をした柿で試してみていただきたいと思います。焼き柿の作り方ですけれども、本当に簡単です。普通にね、柿をこのヘタの部分をね、切り落としてしまって、でここの柿の中に切り込みをこう入れて、後でね、ちょっとスプーンで食べやすくするような感じですね。でこう適当に切り目を入れて、あとは普通に魚焼きグリルとかトースターで焼いてしまうという一番シンプルな方法がこちらです。で、もう一つは柿の皮を剥いて一口大に切って焼くという方法もあります。これだとね、食べやすいし、あといろいろな付け合わせとかね、あとまとめて焼いておいてストックしておいたりすることもできるんですよ。そうするとね、この焼き柿をホットスムージーなんかにね、使っていただいたりしてもとっても便利なので、おすすめの方法です。で、柿はですね、生で食べるとカリウムも多いので体を冷やすとも言われているんですけれども、逆に焼くことで体を温める効果がね、出ますので、本当に面白いですよね。はい、そしたらこちらを一口大にカットしていきます。
こんな感じです。はい、で柿の方焼いていきます。魚焼きグリルで今回は焼いてみたいと思いますが、トースターでも結構です。はい、そしてさらにですね、ちょっと簡単なアレンジもご紹介しますので、グリルで一緒に椎茸も焼いちゃいたいと思います。はい、これで焼いていきます。焼き上がりました。ちょうど9分ぐらい焼いた状態です。いい感じに焼けています。はい、こちらまず焼き牡蠣の方ですね。もうね、すっかり柔らかくなって別物です。甘くていい香りがします。はい、まあこれだけでもね、いいんですけれども、この柿のベータカロテンとかベータクリプトキサンチンってね、脂溶性の栄養素なんですよ。なのでちょっとねお好みでねバターなんかをね添えていただくと美味しいし栄養の吸収も良くなります。オリーブオイルとかでもね結構です。お好みのものを添えてみてください。さらにお好みでシナモンをね少し添えてあげても美味しいです。柿ってそんなにね酸味もないし、まあ、甘いだけなのでちょっとこんなんでね香り付けしていただくとまた美味しくなります。でしかもね、シナモンって血流改善にも役立つスパイスなので、まあ、一石二鳥ですね。椎茸と焼いた柿をね、盛り合わせていきたいと思います。こちらもね、柿が香ばしく焼けていてね、すごく柔らかくて美味しいんですよ。で、まあ柿というとね、デザートのイメージありますけれども、焼いたお野菜と盛り合わせていただくと、副菜として一品できますのでね、こちらもおすすめです。盛り合わせていただいて、でこちらにはねお塩を少しね振っていきます。またお塩を振るとね柿の甘みがさらに増して対比の効果でね美味しいんですよ。ちょっと塩がね効いてまた一段と美味しく召し上がれます。まあ、こちらの方はねオリーブオイル少しねかけていきたいと思います。はい、でちょっとねすだちなんかを添えていただくとまたキュッと味が締まって美味しいです。焼き牡蠣2種完成しました。焼き牡蠣いただいてみたいと思います。もう本当にねスプーンでねすくえるような感じでふわふわっとして柔らかいんですよ。もう本当に別物ですね。バターとねシナモンの風味もとっても合いそうです。立ったままで失礼します。いただきます。うん、めちゃくちゃ美味しいです。これね、柿じゃないですよ、もう。柿じゃない。スイーツですね、これは。でもね、焼きリンゴでもなく、なんかね、とにかくジューシーで、ふわーって優しい甘さでね、本当に美味しいです。健康にも嬉しいことだらけだし、で、これだけ美味しくなるんだったら、もう絶対ね、試さない手はないですね。正直、私あんまり柿ってそんな好きな食べ物じゃないんですけれども、これはね、本当に美味しいです。お肉の付け合わせなんかにしていただいても合うと思います。今度はこちらの塩味の方もいただいてみたいと思います。こちらはね、お塩とオリーブオイルですね。で焼き椎茸と一緒に合わせてみました。いただきます。これは切って焼いたんですけれども、丸ごと焼くのとまたちょっと違って、表面が少しね、乾燥してキュッと締まっているので、食感が全然違うんですよ。でこの塩とオリーブオイルめちゃくちゃ合います。またこの椎茸のね香ばしい香りがねすごくいいアクセントになっています。本当にこれも美味しいです。どちらも試していただきたいと思います。今回は柿の栄養と焼いた柿の驚くべき効果効能についてご紹介しました。焼くだけでも本当に別物になる柿の新しい美味しさと食べ方という意味でも健康増進にもぜひお役立てください。最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた別の動画でお会いしましょう。